女優の石原さとみが4日東京ドームで行われたサントリードリームマッチ 2014in 東京ドームザ・プレミアム・モルツ球団 VS 東北ジャパンヒーローズ戦の始球式を行った撮影で右腕を痛めたということでサウスポーでやりますと宣言フォームは様になっていたが慣れない左腕から投じられた球は三塁側へ大きくそれて保守に届かずところが石原は異例の投げ直しを要求し 二球目を投じると、玉は転がりながらも星に届き、打者の東北ジャパンヒーローズの田尾康監督から空振りを奪うと大歓声が起こった。その後は試合のゲスト解説を務め、緊張しました。初めてだったので、と照れていた。